脇ここだ。うん。あ、で、墓兵士だから。えっと、ハンターさん多分、休憩前とかなのかなえ、踊り子さんが。あ、中央で割れてる割れてる。あ、相手、老人形だ。えー、やばい。栄民町さ、老人形めっちゃ強くないですかえー、強いよね。あの、ローザよくれないから。うん。でも、栄民町って、あの、生死の庭でもあるから、そうそうそう。そうまあ、生死と老人形ね。あの、どっちが強いかなみたいな。<laughs> そんな試合になったらいいね。<laughs> えー、踊り子さん、さっきね、 開けた穴挿入してくれたので、ここもあの穴開けておくので、あの、どんどん挿入してほしいなって思います。あ、えっと、キリサメさん、こんにちは。いつもありがとう、コメント。えー、っと、サマラの衣装、かわいいですね。えー、めっちゃわかる。いや、私もこの衣装が一番好きで、あの、初めてマラの衣装を、あの、見たときに、え、なんだろう、このかわいい白衣装ってなって、そっからあの静止使うようになったんだよね。そっちの椅子だ。みちこ側の椅子使うんだ。あ、オッケーオッケーオッケー。えー、そしたらさ、これあれだよね。 あの、バックから穴開けて、うん、踊り子ちゃん救助できるから、私無傷これ狙うために、タンコちゃん引いてくれてるから、よし、今のうち、今のうち。オッケー、頑張れ、踊り子ちゃん。よし、挿入、挿入。オッケー、オッケー、オッケー。私入れ替わり挿入する。よし、オッケー、オ,オッケー、オッケー、の人間も入ってったね。えこれでさ、あの、存在感たまんなくなるからさ、うん、ちょっと救助早かったけど、え、でもなんか存在感食べないためにいいと思う。 あ、マカニャンさん、こんにちは。コメントありがとう。そうそう。私そう、さっきも言ってたんだけど、あの、サモラの衣装ね。うん。フィオナに、あの、フィオナに初めて会った時に、そうその衣装着てて、今も愛用してます。え、本当に可愛い衣装めっちゃ多いですよね。あ、踊り子ちゃん、ナイスファイト、ナイスファイト。これで踊り子ちゃん飛びになるかなうん、うん。だから、えっ、ー、と、私これ、あの、瞬間な気がするんだよね。鬼没入ってないからさ。だから、えっ、ー、と、ここに穴開けといて、うん、これ逃げる用の穴だね。うん、開けておきます。 でも、炭鉱ちゃん狙われちゃうかなちょっと心配。あ、飛んだ飛んだ飛んだ。あ、でも炭鉱ちゃんじゃないっぽいね。ロー消えてるし。誰だろうで、えー、っと、中央側回してたのかなうん、中央側回しあ、でもちょっと信用するね。うん。あ、終われてるんだ。ギシちゃんだ。ギシちゃんが。あ、横だね。うん、S 字方面で割われてるね。あ、オッケーオッケー。めっちゃ上がりかけじゃん。ナイス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 。行きかけの暗号機だね。うん、うん。オッケーオッケーオッケー。よし。 ああ、ゲッシャンこれでダウンかないやー待って、めっちゃ緊張する。えー、救助だ、頑張れるかなこれ普通にさ、寸止めまで待って、うん。寸止めじらしして、えっ、ー、と、裏から救助行きたいけど、え、椅子どこかなあ、いいかなもうそろそろだよね。あ、おけ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 。よし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 。あ、やばいやばい。でもこれ、これ燃やされちゃうかも。マジでやばい。まあ、この距離で燃やされるのちょっときつい。 わあ、ごめん、ぎしちゃん。ごめん、ごめん。ちょっとこれ壁するからさ、乗り越えれないかな、まだなく。あ、でも右側行くか。そっかそっかそっか。あ、ごめん、いた方せんかった。あ、これ壁下の失敗だったかも。ごめんね。ごめん、ごめん。あー、それ強い。やばいやばい。私結構あの、 あの、立ち上がり早い方なんだけど、これ立てるかなそう、精子ってさ、めっちゃ立ち上がり早いから。ああ、でもちょっと厳しいか。ええー、ごめん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 。私の救助ミスに失敗しちゃった。えー、ごめんごめん。あーくそー。えー、民ん戦士の庭だったんだけどな。今回はね、なんか、老人形の庭っていうことで持ってかれちゃいましたね。いや、ごめんなさーい。これはさすがに一二ゲーかな。よし、また次の試合も精子使って頑張るぞ。